はい、タントンです、ウーマンウクレレ、大人気シリーズの20ですね。 UK20SC シリーズのブラック、こちらは本当に、大人気、オールタン版のマホガニーモデルになっております。ちょっと弾きます。テンション感もこのウクレレは柔らかめの、テンション感かなと思った印象を感じます。で、黒の、モデルでブラックで出してるんですけど、実際のところはシースルブラックなので木目がやっぱ少しこう見えると思うんですけど、光とかの加減ではかなり、木目がくっきりと出てしまうというところで、まあ、この辺も逆にいい点かなと。ちょっとこう全部穴埋めし、木目潰しちゃうよりもちょっとこう木の感じがうまくこう出てた方がウクレレらしくって、いい感じに、かっこよく感じるのかなと思いますね。はい。で、ここのロゼッタはアバロンパールを実際本物を使ってます。でヘッドのところもこれはホワイトパールかなの、貝で刺繍入ってます。で、あとまあこの辺の原稿調整は全部うちの方で最終仕上げしてまして、まあ黒なので唯一デメリットという部分で言うとホコリがつきやすい、さっきね私も、これはもう僕の専用のハケ、なんですけど、こうやってホコリを取ったりとかしてるんですね。まあこれどのウクレレでも全部そうやってやってるんですけど、まあ特に目立ちやすかったりするので、その辺気になる方は他のナチュラルカラーとかの方がいいのかなと思います。でこうやっていつもお店でも、綺麗にして販売しております。本当に柔らかいハケ、じゃないと傷をつけてしまうので、ゆっくりこんな感じでここの隅とかも綺麗にやらせていただいているというわけで、こちらですね、ウーマの、UK20SC ブラックですね。はい、ちょっとかっこいいシースルブラックってやつですので、ぜひオールマホガニー単板のちょっとこうシックなタイプかな、お求めの方にはぜひハマっていただける一本だと思いますので、こちらのコンサートウクレレぜひよろしくお願いいたします。タンタンでした。バイバイ。